というわけで今日は村のマスコットのねチップくんがやってきてくれました。チップくんどうですか、節分楽しかったですか？うん、楽しかったよ。うん、まもなくチップくんにはね得意なバレンタインデーがやってくると思うんですけど、チョコがいいな。おお、先に言っちゃいましたね。あ、誘導しなくても言っちゃうんですね。じゃあチョコチップいっぱい食べてね、楽しい甘い思いをしましょうね。チョコチップのね、チップの部分だけでいい、ね、うん、そうだね、あんまりチョコは食べない方がいいかもしれないですよね。チップくんね、チップくん、その後はひな祭りとかやってきますけど、まあ、春ってどうですか、チップくんにとってどんな季節ですか？春うららだね。ああ、春うららですね。昔そんな馬がいたな。うん、この近所にいるんだよ。ああ、知ってますよ。昔中央競馬に武豊が乗ったね、百戦百敗かなんかしてた春うららね、御宿にいますね。うん、ちょっと知り合い。あ、ちょっと知り合い、いいですね。私うん、いいですね、チップくん。あなたじゃない。うん、チップくん。というわけで最後に全国の皆さん、チップくんの魅力を一言でお願いします。僕はチップだよ。以上、中継でした。